さあ始まりました、 J リーグ TV 年末特番、 J リーグ原副理事長が障害者サッカー選手と、皆さん声を合わせていきますよ、はい、ガチ対決、対決やってますね、ガチ対決ですよ、いけてますね、いけてますね、はい、お願いしますよ、ガチで、今日はあるここ JFA 夢フィールド千葉県フットボールセンターからライブ配信でお届けしてまいります。実況の安塚博史です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして解説はもうおなじみ元日本代表、そして現在は解説者並びに指導者としても活躍されています福田正博さんです。よろしくお願いします。今日はもうプレイヤーじゃなく、はい、解説させていただきます。それでよろしいんですか、はい、どうなんですか、いやいやそういう要望多いようですね、はい、そうですね、原さんやらしちゃってよろしいんですか、あの解説資格の場合は、はい、解説で頑張らせていただきます。ただ福田さん、はい、なんといっても今日ガチ対決ですから、はい、我々もちょっと気合い十分ですけど、選手が気合が入ってる、やっぱりそりゃそうです ね、今日かなり早くからみんな入って準備してますから、早い時間でしたね、はい、ピッチもいいですし、ね、夢フィールドね、はいはい、あと天気もいいですし、最高です、最高ですよ、ね、いいコンディションですね、はい、言い訳のしようがないですねこれは今日は。それでは本日試合を行うチーム原、豪華なメンバーが揃いました。早速ご紹介してまいります。まずは J リーグ副理事長原博美さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。元日本代表、新婚ホヤホヤ、本並健二さん、新婚ホヤホヤ、新婚ホヤホヤですよ。そして元日本代表ドラゴン久保達彦さん、おはようございます。ドラゴン、さらに同じく元日本代表、現在 YouTuber としてもご活躍中、那須大輔さん、おはようございます。成功しましたね、本当本当、ジェフユナイテッド千葉で今シーズン限りで引退ということになりましたが、佐藤久人さん、はい、よろしくお願いします。まだできるんじゃないですか、現役、しかも現役、まあ、現役ですね、現役ですよ、まだ続けんじゃないですか、やるでしょ、やるでしょ、はい、原さん、はい、どういう観点からこのメンバーのチョイスになりましたか。いや、今日来れる人、そうまずはまあでも、ね、揃えましたよ、そうですね、いいタレント、うん、なんで今日はいけると思います。いいメンバーですよね、はい、なかなか揃わないです、バランスいいですよね、バランスいい、はい、あの年代的にも、はい、でおそらく原さんのことだから、ご自身は相当今日に向けて上げてきてらっしゃる、うん、後で見てもらえば分かると思います。楽しみですね、かなりやってくれるんじゃないですか、ね、久保さんがいるんだね、なんか久保さんなんかどこにいるかいつも分からないっていうなんか噂が、そうね、毎日どこにいるか分からないって言われてますけど、ちょっとね、楽しみな独特な個性持ってますから ね、さて本並さん、はい、まずは遅くなりましたがご結婚誠におめでとうございます。おめでとうございます。各番組で様々に聞かれたでしょうけども、はい、改めて新婚生活はどうでしょうか。非常に楽しいです、はい、はい、以上です。いや短い。まあいろいろと、いろんな、発言も発想もいろ、トリッキーな部分が多いんで、彼女は、ね、楽しく新婚生活を送ってます。今日はその丸山カリナさんはいらっしゃらない？静岡の方に行ってます。あ、そうですか、はい、後から来るんじゃないですか。後から来るんでしょうね。後から来ません、はい、今年一番の驚きですよ。びっくりでしたね。びっくりしました、本人に電話してこようや、あのネットで言わんと。はい、すいません、はい、久保さん、久保さん、声届いてますでしょうか。はい、セカンドライフの塩作りの件聞いてくださいという質問が入ってました。順調でしょうか。いや、まあまあもう長いよね、塩作りしてね。2年半ぐらいですね。2年半ですからもう、あの島でしょ。そう、島ですよ。山口、山口じゃん、はい、かなり巷では相当腕がもう達者になったという話で、秘伝の塩作りだと聞きました。まあまあうまいと思います。そうですか。もう塩を舐めながら一杯こう引っ掛けるのがね、まあ趣味ですから。そうですね、はい、那須さん、はい、どうですか、声こちらから聞こえてますか。聞こえます。あ、大丈夫です。もう YouTuber としてはもうおなじみなんですが、はい、何をきっかけに YouTuber は始められたんですか。きっかけですか、はい、やっぱり J リーグです。うんうんうん、J リーグに貢献したいと、発展したいということで、うん、YouTube を始めました。そうですか、はい、今日コンディションどうですか。バッチリです。いやさすがですね、すごいね、優等生なコメント、だって子供のなりたい職業ですよ。ナンバーワン、プロサッカー選手ですよまず。うん、ね、その夢叶えました。まずは叶えた。今は YouTuber ですよ。2つ目の叶えた、2つ目の夢を叶えてるんですよ。いや
サッカー関係者って彼だけですよ。2つの夢を叶えたのは相当儲かってらっしゃるって話も聞きました。いやいやいや、そんなことないです。え、全くないです。そんなことないんですか。さっきちょっと話聞いたら、寝てるだけでお金入ってくるって言ってましたからね。そうですか。はい、月内寝てください。今日頑張ってください。はい、よろしくお願いします。そして何と言っても佐藤さん、はい、引退されまして、はい、一番今日は動ける選手なんで。そうですね、皆さんの期待一心に集めてるんですが、はい、あの責任持って頑張りたいと思います。ちなみに、はい、あのその引退後の今のお気持ちってのはどうでしょうか。いや、もう早くサッカーやりたくて仕方ないなと思って、ええ、あの最終戦の後の初めてのサッカーの場所はここなんで。そうだそうだ、はい、今日は思いっきり楽しみたいと思います。わかりました、よろしくお願いいたします。福田さん、はい、ということで今日はもう気合十分に入りました。まあもう本当そうそうたるメンバーですね。ねえ、多分佐藤久人だけでしょう、動けるのは。そしてここでちょっとお知らせをしたいと思うんですが、今回の配信では YouTube スーパーチャットも使えます。いただいた収益の一部は日本障害者サッカー連盟の活動に充てさせていただきます。でスーパーチャットとはもうご存知の方はご存知、通称スパチャ、YouTube の投げ銭機能のことです。視聴者は100円から最大5万円までというように金額を設定して配信者に投げることができます。投げ銭により表示されるコメントの色やチャット欄での滞在時間が分かります。1日の最大投げ銭額5万円となっています。でスーパーチャットの使い方、これもここでご紹介します。 Google アカウント作成、 YouTube にログイン、J リーグ公式 YouTube チャンネルに行き、ライブ配信画面をクリック、そして配信画面ページのチャット内の円のマーク、円、お金ですね、円マークをクリック、モバイルデバイスの場合は縦向きにして操作をしてください。コメントと金額を入力して購入して送信というのをクリックしていただきたいと思います。スーパーチャットはなお YouTube アプリとウェブブラウザからご参加いただけます。モバイルブラウザではご利用いただけません。それからスーパーチャットの支払い方法、スーパーチャット、スーパースティッカーを購入する方法は以下の4通り、クレジットカード、デビットカード、バンドルカード、そしてペイパルということになっています。生配信をご覧の皆さん、選手への質問、それから試合の感想、コメントも受け付けておりますので、どんどん書き込んでください。そしていいプレーが出た時にはぜひスーパーチャットを投げて大いに盛り上げていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたしますということなんですね。はい、したがって今日はいいプレーがあれば、はい、本当にどんどん皆さんが、そうですね、ひょっとしたら投げ銭というのがどんどんいいプレー見せてもらいたいですね。今日のこの試み、そして試合、福田さんは何を一番期待されてますか。もうガチ対決ですから、うん、もうその真剣勝負ですね。勝負にこだわったそういうプレーが見たいですね。はい、さてそれでは日本障害者サッカー連盟の北澤剛会長、はい、北澤会長が率いる障害者サッカーチームの選手の皆さんをご紹介していきたいと思います。それではメンバーです。まずチームブラインドサッカー、はい、その前に北澤会長、はい、この度はありがとうございました。ですよ、もう原さんの心配りでこういった形が実現できて、本当にありがたく感謝します。また素晴らしい選手も集まって、でこれ J リーグ、このとんでもないセットじゃないですか、この配信。そうなんですよ、ちょっとね見えないですけど、すごい、そうそうすごい人数いますからね。これ普通のなんか地上波的なセッティングぐらいロケじゃないですか、これ、J リーグすごいですね。すごいと思います。やるときやります。やるときもすごいですよ、もう。やるときやるという言葉が出ました。ありがたいですけどもね。やはり北澤会長、はい、今日はガチ対決ですから、はい、ちょっと本気モードで叩きのめしてください。そのメンバー揃いました。はい。ぜひ、それではまずブラインド、チームブラインドサッカーのメンバーをご紹介します。はい、ブラインドサッカーナショナルトレーニングセンタートレセン強化指定選手、山川清流選手、はい、よろしくお願いします。お願いします。山川さん、一言。はい、今日はガチ対決ということで本気出して叩きのめしていきたいと思います。お願いします。そして増田周平選手、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日の抱負を一言。はい、そうですね、ガチ対決なんで、はい、元プロ、とか、結構いらっしゃると思うんですけど、僕たち現役なので、頑張りたいと思います。確かにね、はい、現役なんですからね。現役ですから、確かにね、はい、そして協会スタッフでガイドの鈴木一華さん、よろしくお願いします。
今日の役回りっていうのは改めてどういうところにポイントがあるんでしょうか。はい、ブラインドサッカーっていうのは、視覚障害者と、視覚障害者のサッカーでして、アイマスクをして、視野を閉ざした状態でするサッカーですので、私はガイドという役割で、声や音でサポートをしたいと思います。これ北沢会長、はい、相当大変重要な役回りなんですか。ガイドが、まあ、全てと言っていいぐらいだよね。どこにいるか分からなくなってしまうんで、はい、あー、うん、J リーグの皆さんガイド役いないですからね。なるほど、ね、大変なことになると思います、準備しておいた方がいいと思いますけどね、貸さないですよ、うちは、うちは貸さないですよ。こちら全員がガイドらしいです。全員ガイド、全員ガイド、全員ガイドですということでございます。さて、同じくチームアンプティサッカーの選手をご紹介していきたいと思いますが、はい、豪華なメンバーです。2018年のワールドカップ日本代表のメンバーから松村ディアス、エンヒッキ選手、我々はヒッキ選手と呼びます。よろしくどうぞ。よろしくお願いします。お願いします。ヒッキさん、一言今日の意気込みを。そうですね、やっぱり相手チーム、やっぱスーパースターの集まりなんで、まあ、せっかくの機会なんで、あんまりこういう機会ないので、精一杯楽しみたいと思います。いや、よろしくお願いします。アンプティサッカーのレジェンドですよね。世界のね、もう今日ぜひすごいプレー見させてください。はい、さっき見ましたけど、すごかったですよ。ちょっとシュートがすごかった。ねえ、そして古城明宏選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。古城さんも一言お願いできませんか。はい、思い切り楽しんで、結果にこだわりたいと思います。こだわってください。いいですね、これは勝ち対決ですから。そして平賀智之選手、よろしくお願いします。平賀さんも一言お願いします。そうですね、やっぱ名だたる選手の方々揃ってらっしゃるんで、無失点で、いい年を越したいなと思ってます。期待してます。よろしくお願いしたいと思います。ということで、これ福田さん、はい、確かに現役含めて、はい、実力派に対抗する J リーグのメンバー弱くないですか。ちょっとね、もう少し気合い入れてもらいたいですよね。ちょっと全員ガイドって原さん言ってました、はい、もっとね、外部に弱くじゃないですか。本当ですよね。かなり現役ですから、やりますよ。バリバリでしょ、はい、バリバリでしょ。やっぱり目が見えないっていうことは、そう体験してることないと思うんですよ、はい、目隠しをしてのプレーっていうのは、サッカーはもちろんですけど、まあ、難しいんじゃないかなと思いますよ。なるほどね、はい、あとやっぱりアンプティは、はい、松葉杖の付き方、そこなんだ。そこをちょっとなんかこう、なんだろう、勉強していかないと。慣れるまでちょっと時間かかるんですよ、ね、そうで、ゴールキーパーの方は逆に腕のない方がやられるので、本並さんもちょっとそういう形でやってもらえればなと思います。あ、なるほど、なるほどな。なるほどね、フィールドは足が片方しかないんですけど、キーパーは片方の腕で。なるほどね、なるほど、はい、さて、それで今日この後スペシャルマッチが行われるんですが、まずはそのブラインドサッカー、アンプティサッカー、改めて北澤さん、今もちらっとあったんですけど、はい、ブラインドサッカーのルール含めてどういう感じなんですか。5人制なんですよ、はい、で多分今日は特別、はい、ゲームはやらないと思うんですけど、はい、ドリブル競争だったりとかっていう形になると思いますけど、はい、やっぱ目が見えないということで、ガイドが声と音で指示をするっていうことを、もう耳でキャッチしながらプレーをしていくっていうことになりますけどもね、で我々がよく中継するときはアイマスクとありますが、はい、あれは確実に皆さんやらないといけない。もう光もシャットアウトしながらやるっていう形な、ね、なるほどね。光も入ってこない、光も入ってこない、平等にしなければいけない。なるほど、はい、ということはボールが音を出る、はい、それを頼りにということですね。だからちょっとこうなんかこう今電気起こすのにガーってエンジン回ってんじゃないですか、はい、ああいうのも気になって結構プレーに、そうか、ちょっとやりにくかったりとかっていうのもあるので。なるほど、ね、救急車が走ったりとかすると試合止まったりとかしますから。ああ、そうなんだ。そうで、試合中も黙って見てなきゃいけないっていう。試合会場はかなり浸透してる。ガイドさんの声しか聞こえない。ガイドさんの声だけですね。プレイヤーの声だけですよ。プレイヤーは声出してるんですか。出してるんです、監督も。あ、はい、それがブラインドサッカー。ブラインドサッカー。もう一つ、はい、アンプティサッカー。アンプティサッカーはもう、はい、選手たちがもうスティックで、はい、これはクラッチ、クラッチを使いながらっていうことはまあ当然なんですけど、まあなんでしょうね、ポイントになってくるのは、我々普通で言うとこう軸足を入れながらシュートを打っていくじゃないですか、うん、その軸足がない中で打っていかなければいけないっていうのはなかなかしんどいですよ。で、1本に全部負担がかかるんで、軸足がここになるわけですね。軸足はこれになるんですよ。そうか、クラッチになるので、クラッチになる、はい、そうすると技術的には相当難しいですね。技術的には相当難しいけど、それを積み重ねていった時には、ジャンピングボレーまでできるようになるっていう。いや、まあ、それだけトリッキーなプレーが結構できるっていう競技でもあるかもしれないですね。今日ひょっとするとその妙技が出る可能性がある。あ、やってくれるんじゃないですか、佐藤君とか。久里さん、はい、今名前が出ました、
大いに今日は試合の中では見せてください。そうです、僕が一番多分体が動くと思うんで。はい、分かりました。現役の時はね、一番アクロバチックなプレー、そうそう、ボレーとかね、選手で好きなプレーを、はい、今日もね、期待をしたいと思いますね。今日はオーバーヘッドぐらいやるんじゃないですかね。ということで、まあ、福田さん、はい、福田さん自身も実は一度やったことがある、はい、あの、うん、シュートを打ったことありますし、うんうん、あのブラインドサッカーもちょっと経験したことあります、うん、難しいです、やっぱりそれは。はい、けどブラインドサッカーはね、あのパラリンピックの競技になっているので、はい、5人制サッカーとして、うん、皆さんにも注目していただければなと思います。本当ですね、はい、まあ、その意味合いでいうと、北澤さん、今日はいい機会ですね。よりいろんな意味ですごいなという、これを J リーグと一緒にサッカー仲間としてコラボするっていうことが、うん、本当に羽田さんが これからのこうサッカー界、スポーツ界の在り方をここでなんかこうやってくれてるんじゃないかなと思いますけどもね。原さん、そのあたりいかがですか。頑張ります。頑張りますっていうか、集中しちゃって、まあ、全集中で。いや、もう本当に、対決したかったんで、実際やってみたいと思います。はい、はい、ということで、福田さん、準備は整いました。はい、私が一番心配しているのは本並さんなんです。本並さん、今日役回りがすごい忙しいんですよ。で、新婚さんじゃないですか。そうですね、いいんじゃないですか、忙しいぐらいのは。いいですか、いいですか。いろんなこと考えて進みますから、そうですか。今いろんなこと悩んでると思うんでね。悩んでるんですか。悩んでるのかい。だから幸せいっぱいじゃないんですか。忙しい方が考えないで済みますから。なるほどね、わかりました。現実逃避できますから。なるほど、そんな本並さんも交えまして、皆さんどうぞアップに移ってください、はい、お願いします。どうぞ気をつけて、そしてアップで思いっきりちょっとほぐしてください。お願いします。ということで、福田さん、はい、我々は放送席の方にこれから行って、はい、中継並びにあの皆さんのアップの様子から見たいんですが、はい、福田さん、アップってのはこれ非常にあのアスリートには大事なんですけど、どのあたりを一番。いや、僕はね、もうウォーミングアップ大嫌いでしたね。嫌いなんですか。はい、はい、もうすぐ試合やりたかったですね。それはなんでですか。めんどくさいですね、一言。はい、そうですか。なんか体ね、こう作ったりしなきゃいけないんで、なんか結構ね、自分で考えてやるのは結構しんどかったですね。あ、そうですか。ちょっとやらされるぐらいじゃないと、なかなかこう体動かないですからね。なるほどね、はい、あ、そうするとこういう映像でアップしてる選手の姿を見て、どこがポイントかっていうのは特にないんですね。それぞれ、まあ、それぞれのやり方がある。人それぞれあるんで、そのやっぱりゲームに向かっていく、あの体だけじゃなくてね、はい、気持ちの部分もこう盛り上げていかなきゃいけないですから、はい、なるほどね、それ人によってですね、スイッチの入れ方が違うんですよ。あ、やっぱりゆっくりこうね、ウォーミングアップしながら徐々にこうスイッチ入れていく人と、ギュッとこう入れながらもうする人もいるんで、人それぞれですからね。ちょうど今映ってらっしゃる、まあ、アンプティサッカー、あのクラッチというのをこう松葉杖のようにこうやって持つんですけど、はい、あれはグッやっぱり両腕で踏ん張らないといけないでしょ。そういうことですね。要はだから、クラッチの部分が軸足になりますから、そういうことですね、軸になりますから、はい、体重移動しないと強いキックできませんからね。あ、さっき見ましたけ ど、やっぱその辺のクラッチの使い方と体重の移動の仕方っていうのは、やっぱりこれはそんな簡単にですね、今日ちょっとやってできるものじゃないですよ。さっき見ましたけど、ものすごい強いシュート、すごかったですね、はい、さっき北澤さんもおっしゃってましたけど、はい、あのボレーとかね、浮いてるボールとかも蹴れますし、だすごいです、そのクラッチの使い方がやっぱり。これはもうそんな簡単にできることじゃないですよ。あとブラインドサッカーの方は本当にアイマスクをしたのにもかかわらずドリブルが速い。速いです、速いです。何の感覚なんですか、はい、いや、どうなんですかね、やっぱりその、はい、ずっと感覚を研ぎ澄ましてやってきてますから、まあそんなに難しいことをやってる感覚はないんじゃないですかね、普段からやってると。なるほどね。ただこう足の内側でね、はい、こうボールをこう触りながらね、はい、いわゆるダブルタッチみたいな形でずっとこう進んでいって、はい、ボールの位置をいつも確認しながらですよね、はい、これが世界大会などになりますと本当に凄まじい、まあ、技術の勝負ということになるんです。したがってあのいつもこの技に磨きをかけてるんでしょうけど、ああちょうど今あの久保選手がアイマスクをしましたけど、ね、あれでも全く見えないんですね。そう、全く、ね、さっき北澤さんも言ってましたけど、光も入ってこないって言ってましたから。のようですね。そうすると本当の真っ暗ですよね。真っ暗ですね。でもあれですか、やはりあの J リーガーを含めてアスリートの感覚ではこの皮膚のタッチならばボールはここまで。あ、それはあると思いますよ。確実にあるでしょ。それはあると思います。はあはあはあ、まあ、そういう選手もいるし、なんとなくやってる選手もいるし、まあ、その辺のね、繊細さを持ってる人がやっぱりうまくできるのかもしれませんね。ああ、今あのチャット来ました。スパチャ、名前の方がですね、どこに入ってるんだろう。
京さん、京さん、頑張れと入って、あ、金額も入ってますね。これ金額もちなみに言わないようにですありがとうございます。金額は言わないんですか。いやいやいや、いやらしいですからね。本当ですね、はい、それから、まあ、気持ちですから、はい、はい、ガチ対決楽しみということで久保太斗さんかな、いただきました。ありがとうございます。名前が久保さんですか。久保太斗さんいただきました。たっちゃんを応援してるわけじゃないですね。はい、ガチ対決楽しみ。それからあと、あ、これもいただいたんですね、純一内田さん、みんな頑張れというふうに、さまざまにいただいてます。もうこれ読めきれないほどたくさん来てるんで、これ楽しみですね。すごいですね。さっきあの、はい、原さんおっしゃってましたけど、はい、こんな早く見てる人いるかななんて言ってましたけど、いますね。スタートと同時ですよ、今ね、はい、ちょっとステイホームですからね。本当でこれぜひね、外、あんまり外出ちゃいけないからね。そう、これあの福田さんはでもどのあたりの誰を楽しみにってなります。いや、もうそれは、うん、あの元選手はそれは楽しみですよ、はい、ですよ、ね、どのくらいやってくれるのか、佐藤久人はかなりやるんじゃないですかね。やりますか。やると思いますよ。で本人もなんかちょっとやっぱ自信満々ですよ。そうですね、いい意味で。今日はちょっとどうなんですかね、元選手の方たちは経験したことあるんですかね、はい、グラインドサッカーはちょっとあるかもしれないです ね、あのアンプティサッカーはなかなかこう経験する場所ないですからね、で我々今この胸のマイクで喋ってますけど、これヘッドホンに変えてもいいのかしら、どっちなのかな。その辺すごい迷ってますけど、このままで喋っていいのならば、このままでいいですよ。どうしたらいいんでしょう、ね、いいんですかこのままで。それとも何か、あ、確認してみまして、今フロアの方が、はい、あの言ってますんで、このままでいきたいと思いますけど。いや、原さんもでもいい表情ですね。そうですね、原さんもね、原さん一番か体動かしてる時が一番いいんじゃないですか、やっぱりね。あとツイッターでつぶやいてる時かなね、豆ですからね。はい、本当豆ですよ。本当エネルギッシュな方ですから。そう、じっとしてらんないんですよ。原さんの現役時代の頃って福田さんどんな風に。僕ですね、はい、あの原さんは三菱重工のサッカー部だったんですけど、はい、すね、はいはい、僕が三菱重工に入った時にですね、まだ元気だったんですよ、はい、ただというかその時も日本代表の選手だったんですが、はい、僕が入った時にですね、実は肝炎になられてしまってですね、1年ぐらいプレーできなかったんですよ、はい、でその後に1年ぐらい一緒にやったのかな、その後現役辞められたんですけど、まあすごかったですよ。印象に残ってたのは、コーナーキックの練習でですね、ヘディングした後にですね、鼻を骨折してですね、鼻血がドバドバ出てるのだけ覚えてますね、はい、で原さんちょっと鼻曲がってるんですよ、何度もヘディングでこうね、鼻やってますから、名誉の。それでも普通にニコニコしてましたから、これはすごいな、すごいのかちょっとおかしいのかいや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 、ちょっと本当すごかった。これ本当すごいですよね。あ、マイクはこのままでいいという今 OK サインが出ましたんで、このまま喋らせていただきます。今日はあのブラインドサッカー3本勝負っていうんで、はい、まずあの最初がドリブルタイムリーリレーバトルという、なるほど、ちょうどあのタイムレースをまあドリブルしながらバトルしていくというんですけども、チーム原は5人、対してブラインドサッカーチームは3人なんで、はい、北沢会長ともう1人、おそらく山川選手だと思うんですが、その2人が、まあ、これ2回やることになります。なるほど。これの難しさというのは当然タイムなんで急がなくちゃいけない。そうですね、ただ、はい、早くっていうのは、はい、正確にっていうのが先に来なきゃいけないんで、まずは正確にやらないと早くならないですから、まずは正確にですね。雑にやると余計ロスタイム、スピードを上げてしまって自分の技術が身につかない、追いつかないと、結局は時間かかってしまうんで、はい、これ何のスポーツでそうなんです、サッカーそうなんですけど、はい、まずは正確に、そして早くですね。なるほどね、あ、はい、ここは重要なんですね。さあ、それでは行きましょうか。用意整いましたか、大丈夫ですか。行きますよ、ゲームスタート。あ、最初ガイドはあれですね、原さんがやられてますね。はい、オッケーオッケー、ここ待って、そこ、オッケーオッケー。さて、これで福田さん、はい、ヘッドマイクつけてくださいという話がありまして。あ、そうですか、僕もつけた方がいいですか。もう、そして3メートル、2メートル、今ちょうどブラインドサッカー3本勝負の1本目、ドリブルタイムリレーバトルが行われています。どのくらいリードしてるのかな。あれ、かなり、あっと、これは誰ですか、本並さんですか。
そうですよね、はい、あ、声をかけている北澤さんは上手いですね。北澤さんはちっちゃいダブルタッチで、はい、リズムからね、これまさに正確にですね、これですね、正確にミスがない、はい、これ以上スピード上げてしまうとミスが起きてしまって時間かかりますから、どうしたんですかねこれね、本並さんね、はい、そのこの姿勢がやはりこれ後で自分のやってる姿見たら悲しいですよね。早い、これは早い、早いですよこれ、めっちゃくちゃ早いですね。あ、山川選手ですが本当早いな、もう自分なボールの位置が分かってますからね、あ、ちょっとスピード上げましたけど、こうなると勝負というよりも、あ、早いな、あ、誰ですかこれ、これはナス、ナスさんですか、ナス選手ですね、ユーチューバーですね、ユーチューバー、あ、これ一度離れちゃうとどこにボールあるか分かんないですからね、もう二度と戻ってこない、はい、でこれ聞こえにくいでしょうけどボールの中にちょっと鉛 の音の出るものが入っていて、ね、カシャ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 してるんですが、はい、したがって本当は我々大きな声出しちゃダメなんでしょう、いやだと思いますね、ガイドさんの声とかね、あとボールの音の声でね、プレーしてますから、はい、したがってその声を聞いてやってるんですが、あ、でも想像以上に久保さん上手くないですか、やっぱ感覚がね、感覚でずっと現役の時もやってますから、感覚がやっぱり研ぎ澄まされてるんでしょう ねそんな感じしますよね、これで今タイムの方は決着がついたのかしら、基本的にはあら、元選手チーム原はやりました、5人ちょっと5人やったように見えなかったんですけどね、原さんやりました、これ誰がジャッジを最終的に教えてくれるのか全く我々の放送席には分かりませんので、今の原さんたち5人やりました、やってないですよ、やってないでしょ、そこまで行ってないですね、ちょっと作戦会議ですかね、ちょっと何か揉めてるようですよ、はい、この声入らないから違うのかな、この声が2-2-2全然違うじゃん、俺ら俺やってないよそうだよ、ね、やっぱやってないでしょうね、いや俺はいいけどさ、でも原さんにやってもらいました、ね、ダメでしょ、原さんやらないとダメですよ ね原さんにやってみるか、とりあえずやってもらわないとね、そう、これ原さんに3m、2m、真横とかって結構ちゃんと言ってくれると、さあそうか、あ、ガイドさんがやっぱりそういうことなんだ、だからチカさんのあのガイドはやっぱり必要なんだね、あれどっか行ってた、どっち右、原さんどうしました、一度球が離れるとこれ大変ですよ、音とかしないですからね、行きました行きました行きました、でも大変丁寧にこれいいんじゃないですか、はい、合ってます合ってます、もうターンしてますよ、見えない中ターンしてますよ、もう原さん60過ぎてますよね、大変なもんですね、でも体型も変わらないしね、体型変わらない、どこ行っちゃった、これがまた触った大丈夫、もうあとやっぱりね、福田さんよく見てらっしゃった、原さん確かやってなかったんだよね、やってないんですよ原さん、これでチーム原ですからね、原さんやってもらわないともう話にならないですからね、やっぱりみんなの声が必要だねこれ、難しい、難しいですね、けどやっぱガイドのそのそうだ、ガイドの声だけみたいな、自分の右なのか左なのかな、そうだね、そうだ、改めて思うんだな、やってみないと分かんないことありますからね、そこそこって言ってましたよね、そこそこ、いや普通のサッカーよりも余計やっぱりその指示って重要ですね、重要重要、はい、本当に重要、情報がね、はい、自分で目から入ってこないですから、あの情報の出し方もやっぱりね、そういうことです、的確な声ですよ、全く分かりにくい、普通のサッカーもそうなんですけどコーチングの質っていうのもありますからね、やっぱありますか、はい、必要なことをあんま喋ってしまうと大切なことが分かんなくなりますから、なるほどね、はい、今これ1本目が終わったのかな、そうですね、今のリレーは終わりですね、リレーは終わって基本的には、まあ、チーム原は完敗ですよ、そうですね、完敗です、それでは今度2本目に行きたいと思います、2本目はパス回しということになりますが、これ福田さん結構厄介なんですよ、パス回し、チーム3名で10メートルの間隔を作って20本パスをより早く回したチームの勝ちということになりますが、我々20本数えられるのかな、これ誰が数えるんですかね、誰がそれでスタートの笛鳴らすのかな、ハンディ入れた方がいいんじゃないですかね、どうします、ハンディ右ね、じゃあ10本と20本にしましょうか、10本と20本ですね、はい、そうしましょう、倍じゃあチーム原10本、うん、そして北沢会長20本、20本、
ね、あ、いやいやいや、じゃないとゲームにならないから、ならないよ、ね、今のみたいなね、ドリブル競争途中でね、諦めちゃいますから、ちょっとね、あ、今いい提案ですね、北澤さんね、あのやっぱりね、ゲームが好きなんでしょう ね、争い音がね、本当ですね、緊張感なくなっちゃいますから、間違いない、間違いない、で、これから始まるのはルールが変わりました。10本のパスを通せばいいのがチーム原、20本のパスを、それか距離を短くするか、こっちの今新しい提案が出ました。10メートルじゃなくて距離を短くするか、5メートルにするとか。まだ始まってないでしょ、始まる時には合図くださいよ。相当難しそうだ、強いと言っちゃったら大変だよな。これどうします、距離はいいのかな、距離短くしたら。あ、こちらの声は届かないんですね、超えちゃったら大変だな。これ10メートルの距離は変わらないな、誰かあの関係者並びにスタッフ、ガイド重要だなこれ。どうします、距離は10でいいのね。でさっきの10メートルでパス回しを20本対10本でいいのね、これもいいの、どうする。これも結論をちょっとつけてもらわないと。20本同士、ね、チーム原は10本でいい、そしてチームブラインドは20本、それでどっちが早く回せるかでいいんですね。これね勝負にならないですよ多分。あ、そう、はい、一瞬で多分終わっちゃうと思うんですが、チーム原今ぐらい今の時間になってね、いろいろ言ってますからね、ちょっとグダグダになりましたが、はい、日本勝負、あの10本ねですから、10本、チーム原10本、チーム原10本ですよ。今ね、こちらの声が届かないんでね、あれなんですよね。そしてチームブラインドの方は予定通り20本、どっちが早くパスを回せるかという勝負になります。いいですか、いいの、大丈夫、 OK、 行きましょう、行くよ行くよ、それでは行くよ、よーい、スタート。チーム原難しそうですね、やっぱりね。一方のブラインドの方はどうだろう、この、あ、いけるいける、あのね、的確。今北澤さん見てもらいたいんですよ、蹴る前にボール何回か触って、うん、カメラさん北澤さん抜いて、ボールの位置をね、ちゃんとね、相手に分からせるようにしてるんですよ。ほう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 、はい、これね、何これだこれ、ああ、うまいうまいうまい、あれ普通にやってますけどね、だって全く見えないアイマスクをつけてるわけですから、本来とんでもないところに行ってもいいんだから、ボール止めちゃうと音が聞こえなくなるんで難しいじゃないですかね。なるほど、ね、一度トラップすると音が消える、これこれほら動かしてるじゃないですか、動かしてる、そうするとね、受けてる方がね、ボールの位置が分かりますからね、まさに津田さんおっしゃる通りだ、はい、ほらこれ聞こえるかな、あーっと難しい、お、うまいことだった、はい、北澤さんうまいですね、さあこれブラインドチームはもう10本です。でチーム原何本なんだろう、チーム原まだね、もうグダグダですよ、チーム原はちょっとパス回ってないから、まだ3本ぐらいしか取ってないですからね、本当ちょっとボールどっか行っちゃった、どっか行っちゃった、ボールどっか行っちゃったって言うんですからさ、チーム原今3本、チーム原3本回った、はい、角度はこう、あ、角度本当に声でも分かんないね、こう言われてもね、分かんないですね、音で聞こえる、音で聞こえる、あれ、そこっち行こう、これ那須さん、久保さんは左、うん、久保さんだ、久保さんどうしてる、今上手かったですよ、上手かったな、やっぱり久保さん上手い、かっちゃん上手かったですよ今、本並さん早いよ早いよ早いよ、本並さん見なかったよ、そこに本並さん通り越していっちゃったから、これもう見えないよな、はい、これで、チームブラインドの方は今何本、今待ってますからね、19まで来てる、19まで来てる、待ってますから今、あ、余裕で、そうするともうちょっと右、もうちょっと右、チームブラインドはこのホイッスルは試合終了、チームブラインド圧勝です。チーム原は5本、5本パス回し5本に終わった段階ですが、20本いきました。いやー福田さん、やっぱこれだけの差があるんですね。いやあれね、チーム原は三角形でパス出すのは難しいんですよ、難しい難しい、あの対面で20本にすればよかったんですよ、最初からそういうルールにすればよかったな、対面だったら方向がね、大丈夫なんですけ ど、なるほどね、三角形は難しいですね、あの最終決着で、あーチーム原は7本という状況になりました、いったじゃないですか、なるほどね、かなり本並さん格好悪かったですからね、本並さんはこれあの奥様見たら激怒だね、いやもう本当その通りです ね、まあこれで結局は2戦勝、
チームブラインド2連勝であと3本勝負のラスト対決ということになります。ラストは何ですかね。ラストはですね PK 勝負ですね。あ PK ですね、いいですよ。最後は PK 対決になります。ここは本並さんに頑張ってもらわないと、はい、1人足りないんで北沢会長が2回蹴るんですが、本並さんが両チームのゴールキーパーを務めます。あ両チームの、あの本並さんが両チームのキーパーを務めます。いや本並さんが入るとほとんどゴールがないな。いやスペースが小さく見えます ね、 ねそれをブラインドチームがどうこじ開けるかっていうのこれ楽しみですね。さあ福田さん、まずあちょっと今始まりそうですけど大丈夫ですか。スパチャの名前を読み上げたいんですが、それではあいろいろ来てますね。どこから読んだらいいんだろう。来てますか、嬉しいですね。怒りの重鎮つぶらなカボス、あ、翔太さん、翔太さんありがとうございました。それから翔太さん WTR0929 さんという感じですか。はい、いただきました、ありがとうございます。さあ最初は北沢さんですね。北沢さんですね、チームブラインド、はい、でこれアイマスクかけますから。そうですね、でもこれあれですか、感覚的にここを蹴るっていうところにはきちんと目をつぶってもいけるもんですか。どうやってやるんですかこれ。あ手で押さ手で、あ場所を確認し、確認した、そして音は鳴らないですよね、これ踏み込み場所はもうそのままですかね。さあ行きますよ、ゲームスタート。あそういうことだ、このまま打つんだ。まずは下がるの山川さん、うわおポストポストすごいシュート来んの、強烈。ああやって下がって蹴るんですね。そのまま蹴るのかなと思ったんですけど、今のは左隅の高いところですか。ポストポストでしたね。強いシュートでしたね。ポストかバーかクロスバーか、カドカドでしたね。さあこれはもうひょっとするといきなり佐藤さんですか。佐藤さんを出してアイマスクをかけます。これさっきのリプレイね。あ、ガイドさんいるんですか後ろに。ガイドさんがいるんですね。ゴール裏ね、はい、ゴール裏にいるんですね。さあセットしたけど音はないからでもわかるかな。でコースは定めてるな。じゃあ枠じゃないですか。キンキン鳴った、今キンキン鳴ってそっちしか鳴らさなかったらわかんないんじゃないですか。原さんどうだろう。お一回これ撮ります。音わかりやすい。あそう、で枠やんないとダメですよね。あーなるほどなるほど。片方だけじゃ分かんないですからね。枠の範囲は分からないか、はい、そういうことですよ。あ幅と高さぐらいね、これ小さなゴールですから本並さんはやりやすいですよね。いやそうですね、相当ね、はい、これで本並さん入れられたらちょっと問題ですよ。ちょっとね本並さんはね。でアイマスクをこれからします。でこのボールを置いた時点でボールは音が鳴りません。したがって位置がどうなってるのかというのはこの感覚を覚えるわけ、うん、手でこう触って場所は感覚を覚えておくんじゃないですか。歩幅かな、うん、はい、下がってもう一回下がった。さあコースは一応もう決まってるのかな。じゃあ今度違う方、うん、このガイドはどうだろう。このガイドぶりガイドはどうですかね大工じゃないんですからね。どうでしょうこれ。ゴールの感覚に優れる、いやー惜しいけど今ちょっとボールにちゃんと当たってないですね。やっぱね若干当たってない、当たってない。ちょっと内側にかかりすぎたんじゃないですかね。これちょっといったところ、ね、そうでしょ。本当だね、本当だ。じゃあその微妙なところがやっぱ難しいですよね。ギリギリを狙いましたがちょっと自分の感覚とは違うボールタッチ、ね、さあ今度はチームブラインドになりますが、1人目が両者失敗、2人目になります。これ PK はすごいですね。4人で今回は PK 勝負です。これ後ろ下がるでしょこれ。でガイドさんが今枠の幅がここだよってのは、これは僕らにも分かるような感覚ですね。そういうことですね。いやー正面を狙ったか。本並さんがここは動かなかったんで、うまく阻みました。これは奥様お喜びですね。いやまあそうですね、動いたらパネンカー狙ったかもしれないですね。なるほど ねキーパー飛んだ上ですからね。うわうわそうか、高度な技術だな。さあ今度は誰ですか。ナスですか。あナスさんですか。ナスさんですね。え音が聞こえる、うん、幅の音。ナスさんですね。ゴールの幅の音を今確認しました。下も確認、今ので分かりづらかったか。今の下はいらないですね今のはいらなかった、はい、ただこれで両ポストの
距離が分かりました。さあボールがこれ落としないですよ。これ決めるか決めないかで YouTube か、はい、変わってきますからね。意外に大きな、はい、ああ決まった。初めての成功はチーム原。やりますね。那須さんすごいな。やりますね。やっぱ音わかる。あ、トーキックですね。いいですね。ちょっとこれ、これ癖だよ。今のあれ何？ちゃんと狙い通りのキック、あの当たらなかっただけで。そうね、そうね。北澤さん言ってますけどね。うまく動かすね。何でもいいキックじゃないですか。トーキックですから、当たる場所によってボールの回転変わりますからね。今ちょっと上っ面叩いたことが結果的に良かったですね。はい。さあ北澤さん、チームブラインド3人目になりますんで、ここはちょっと一つ取りたいところですよ。本並さんはご覧の位置で。キーパー止めて当たり前なの嫌ですね。嫌ですね。北澤さんは何回もやってらっしゃるから感覚があるかもしれないですね。感覚はあるかもしれませんね。狙うかな。右隅入った。すごいよ今のは。これは見事だな。本田さん今のはすごい。素晴らしい。見事見事見事。あれは入っちゃうわ。いいけど、あれはすごいわ。あ、でも球の位置をあれで抑えて分かる。そうですね。一振り一振り。あ、助走しなければ、うん、あの一振りで、ね、ボールの位置はね分かりますけど ね、 どね。またコースが絶妙。絶妙でしたね。角角でしたね。さあこれで現役の時もあんなところに蹴ってないですからね。はい、帰って腕を上げました。チーム原、チーム原。あんちゃんですか、久保さん。それ早いですよ。さあこの教え方で分かるかな、どうかな。那須さんが両ポストを叩きました。はい、真ん中、真ん中はここですという声。久保さんはでも転生の感覚がある。うわこれは本並セーブ。ちょっと今置きに行きましたね。ああ置きに来ましたか。強気の久保さんもここは置きに来ましたか。強い感じじゃなかったですね。ちょっとね、ボールにスピードがなかったですからね。まあしかし本当に現役時代の久保さんは本当にトリッキーなゴールを多かったですね。もうそうですね。思い出す。予想もつかないようなプレーしますからね。本当ですね。はい、さあ山川さんです。チームブラインド4人目になりました。いよいよここから勝負が。正念場に入ります。どうだ、惜しい。左外れました。狙うな、勝負するな。狙う狙う。これ福田さん、キックがすごい。すごいね。はい、で芯捉えてないですか。芯捉えてます、しっかりと。違いますよね、はい、さあこれでもし仮にチーム原決めると勝利になりますが、ラスト4人目。本並さんも大胆なポジション取ってましたね今ね。あ、狙いを定めてね、はい。ここはしかし本並さん見せどころですね。チーム原の原さんですか。4人目ひょっとして音を出している久保さん。そうですね、蹴るのは原さん。原さんまだですよ、まだ。ちょっと原さんフェイクを原さんと加えました。危ねえな。足がなんかちょっと難しいね。アイマスクをして完全に見えない中で距離を取りました。笛鳴る前に蹴ろうとしましたからね。さあ原さんだ、どっちかな。本並さん、うーわしい。逆ついた。決まって原ひろみ、勝負強いところを見せました。逆ついた、逆ついた。これは現役時代同様に本当に勝負強いところを見せました。いやー、足触ってましたか。本並さんちょっとね、ちょっとこれはね、いやー惜しい。そもそも本並さん、あのポジション必要ですかね。どうですか、ちょっと疑問符の残る。キッカーはね、本並さんがどこにいるか分かんないですからね。でしたね、勝敗つきました。このゲームに関しては PK 合戦はチーム原の勝利、したがって2勝1敗ということで、この3本勝負はチームブラインドの優勝ということになりました。おめでとうございます。ちょっと感想聞きたいね。ね、誰かマイク通るかな。原さんは入ってるんですか。こちらの声が聞こえるかな。原さん、おい、お疲れ様でした。よかったね、とりあえず1回は勝って1回勝ちましたけど。危ない。今最後に決めた原さん、はい、狙いはどういう感じでいったんですか。狙い、置いたボ ー、ね、ボールの場所もちゃんと把握できてました。把握で、あのね、トーキックの方が蹴りやすい、多分。だからあんまこう、こうなんか距離が分かんないから、はい、もう立ち足近くてこうやった方が蹴りやすいかな。うーん、
インステップとかインサイドやっぱ難しいですか。難しいね。自信持てない、どこにあるかが。だから彼らのあのキックはすごいと思う。あれインステップで蹴ってますもんね。すごいとこ狙ってるから、すごいと思う。わかりました、北沢会長、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。2勝1敗でまずこれブラインドチームが勝ちました。いやいや全勝しようと思ったんですよ。あらら。最後 の、あの J 代表の原さんのゴール、笛鳴る前に原さん空振りしましたからね。1回空振りしました。ありですかあれ。いやここ難しいところなんですよ。あれゴール一応ゴールさせてください、ね、あれゴール、でそもそもその後に笛鳴ってなかったって確認してましたからね。聞いてないそれすらも聞いてないですからね。大変な、だからやっぱりこう目を閉じることによっていろんな機能がこう停止しちゃうんだよね。だからすごく研ぎ澄まされた状況でやっぱやらなきゃいけないっていう。なるほどね。普段ね目から入ってくる情報でなんかやっちゃってますからね。これ慣れちゃってるからね。一回こういうことの体験をすることで、やっぱなんかサッカー界研ぎ澄まされだとかっていう言葉使うけど、はい、その意味が分かるかもしれないです。そうね、ああ本当の意味での研ぎ澄ますって、そういうことだよね。うん、ね、はい、でも北沢さん慣れてらっしゃったね。やっぱり僕はだいぶ体験会やってるんで。やってるんだ。まあ現役の時からそういう感覚でやってますから、うん、けどなんか、なんか、なんか終わった後ちょっとフラフラするよ、はい、やっぱ集中しすぎてなんか、はあ、そういうこと、頭を使ってる感じがしてて、はあ、なんかすごい。どこに一番神経いくの？耳頭だよ。だからこう耳と耳でなんかこう合わせていく感じだから、あのポストをカンカンカンって鳴らして距離感見るのは、そうそう、だから目ですんなり入る、焦点合わせるのを耳でこうなんか視点を作るって感じ、うん、って言われたの。え、頭のどこ使ってる感じなの？頭のこの辺でこう後ろ、うん、へえ。それやってみないと分かんないね。分かんないですよ。だん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 分かるようになると思う。アンプティサッカーの方も頑張ってください。頑張ります。お願いします。ということで今の北沢会長ので分かったんですけど、やっぱり相当神経を使って、そうですね、集中しないといけない、あのね、普段やっぱり目でいろんなものを解決しちゃってるところもありますからね。そう、見えるね、言葉がどれだけこれ重要か、見える方はね。そうですね、はい、そうするとその辺の神経がアイマスクつけても同じようにできるまで研ぎ澄まされる。そう、 そういうことですね。あ、これはすごいな。じゃないとあんなキックできないですよ、はい、ですよね、はい。チーム原は今アンプティサッカーの方のちょっと体験をしてもらっています。アンプティサッカーの、あ、今レジェンドですね。ちょうどこのアンプティサッカーに関してはもう今日はすごいメンバーが来てますんでね。すごいですよ。松村ディアスエンヒッキ選手は、まあ、略称ヒッキ選手というんですが、元ブラジル代表でもあり元日本代表でもありワールドカップを数多くこなしてますんで、その意味合いでいうと我々はちょっと今日すごい妙技を見る可能性がある。ああ、そういうことです、ね。ワールドカップ出られてるんですよね。そうです、そうです。残念なことにチーム原のメンバーはですね、一、はい、人もワールドカップ出てないんですよ。いやー、そこが違うんだ。はい、だからワールドカップの大舞台を経験してるんだ。ワールドカップの本当の力を見せてほしいですね。確かにね、さて、県県で行ってこう行くんだ。今体験をしてます。だから走れなかったんだね。ちょっとこれはあの時間が少し要しないといけないのは、アンプティに少し慣れていただくために今チーム原は出られないんだって、ペナルティエリアから。よし頑張ろう。だ、普段は、普段は県県でこう移動するみたいですね。はいはいはい、なんかそんな話をしてましたね。そうですか。ね、さて、まあ、今手に持ってるのはこれクラッチという器具で。本来つける例えば、義足だとか義手だとかいうのを取り除いて、はい、このクラッチを杖代わりにしてプレーするということです。クラッチでボールをこう動かしていいの？ハンド。それはハンド。ハンド。足のみね。クラッチ、それはハンド。クラッチ当たったらハンド、はい、あ、それはハンド、うん、したがって一つの足のみね、はい、あ、そうなの。あと両足の人はあの上げてる方を地面につくとファール。ファール、はい、なるほど。え、クラッチでボールやっちゃいけないんだ。クラッチでやると手でやりますもんね。そういうことか、手という見方もあるし、軸足という見方もありますね。そうなんです、そうなんです。選手の皆さん、ルールなどは把握してますでしょうか？大丈夫でしょうか？大丈夫？いける？いける？いける？オッケー。それじゃあいきますよ。それではスタート。まずはここでハイタッチ、はい、このクラッチとクラッチのカチンというこのぶつかり音で、まあこれからプレーが始まるというそういうことになります。まあ、チーム原の場合には今回初体験という方もいるんですが、原さんは実はやったことがあるんだそうです。イランに行かった時に実は仲間に入ってやったそうですが、あまりの難しさに驚いたと。そして今日解説の福田さんも実はこれを一度経験されていて。そうですね、ゲームじゃなくてこの蹴るのはやったことあるんですけど。どうですか改めて。いや難しいです。体重移動、これですから。うわうわ、今のはいきなり、はい、こん
コーナーコーナーすごいなあのパンチ力すごいんですよすごいなあのパンチ力はすごいなあれうまく体重移動できないとああいう強いボール蹴れないですからね、で5分ハーフなんですがタイム取ってらっしゃる方いますか大丈夫、時間の経過はちょうど今出てるようですおーチーム原そして北沢さんうまいおお北沢さんうまいですね、はい、ただボール握ってるのはやっぱりどうしてもチームアンプティですうわすごいシュートしかしバーの上これワンサイドゲームだなこれこれどこまで我慢できるかの勝負でしょ、ね、どこまで我慢できるかねしかしあのパンチ力あるなこれどうすんだろうコーナーうわ浮かした本当だあこれキックにもやっぱり質があるんだうわ流した横パスをシュートへうわやはりヒッキーが取りましたヒッキー取って5分ハーフのまずは前半に1点を取りました歩いてます今ボールだからいいんじゃないのそうですねサイドネットサイドネット入れられちゃったよ久保さん寄せてください頑張って寄せてください、ね、寄せてくださいねさあこれで原さんがうまく蹴ることができました一応これ幅を使う作戦に出てるようです握ったボールはうまいですよどうだ届かない今ね、はい、那須さんね上げてるオーナーして止めようとしましたよそうですか、はい、那須さんうまくいかなかった残りがあと3分の前半ですさてキーパーおおいいでよ原さんどうしちゃったんですかねさあ引きいったドリブルでいったいドリブルでいったああ切り返しうわインサイドアウトサイドインサイドすごいなああそのままそのままシュートうわール使ったうわって中に入れるいやすごいマジで2点目2点目これで0対2今見ましたヒール使いましたよすごいなすごい、ね、やっぱり寄せられないなこうなるとこれ福田さんアウトサイドインサイド自由にスラロームですよいやそんで最後ヒール使いましたからね、さあ自由自在ですよさあ佐藤久人さんがボールをあの、ね、うまいこれまたまたねあれどうしてもね上げてる足でコントロールしたくなっちゃうんですよねわかるわかるついついどうやって止めるの難しいな原さんどうやって止めるのってこともこれ本音ですよねこれをどうするどうわこれすごいなどういうこといやすごいな久人今のやって今の今のやってちょっとチャレンジチャレンジボール来るかなよパス出してこれ行くかな YouTuber 那須さんやった佐藤久人いやったー浮かしたよいや浮かした浮かしたうまいよ今キーパーキャッチ今ボール引いて浮かしましたからねすごいすごいすごいまだ元気これ福田さんいやすごいすごいですよでこれ入ったんだね入りました入った入った入った得点です得点です1対2さあ頼むよいいさあ残りがもうあと20秒ほどになりましたヒッキーがボール引いたあうまい距離取ってロング狙うのかな俺もプレスに行くプレス行ったうわうまうわ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 うま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 いよあれ久保さん久保さんそっちは使っちゃいけないようですよこれはなんとか入れたいかシュートまで久保さん久保さん行った久保さん行った久保さん使っちゃいけないような使わないでください久保さん久保さんナイスうまいうまい久保さん右足ダメですよ使っちゃうごめんなさいダメだ長いパスは送り手はともかく受け手が今度は届かないなるほどね面白いなこれもヒッキーこれもヒッキードリブルでヒッキーそのままヒッキーいったヒッキーいやすごいなアウトサイド出したねやっぱりこれはおーすごいシュートが決まった前半が終わりました合計4点ちょっとレベルが4点よく1点取ったなこれ今のシュート見ましたボール浮かないように上から叩きつけてますからねすごいよねすごいな
ついてけねえ。でこの後にまたすぐにチェンジをして後半が始まることになるんですが、いやでもやっぱりこれ差があるな。原さん何が難しいですか。どこが難しいですか。なんかねこう蹴るときはまだしもうトラップの足が出ない。ああ軸足になっちゃってますもんね。左でなんだろうこう普通両方使えるのにないから、はいはい、あれって言って足が考えてる間にボールがいっちゃうっていうかバランスがうまく使えないですね。使えないこれが使えないんだ、ね、そうですよね。いやこれ難しいな。佐藤さんナイスゴール。すごいあれはすごかった。あの浮き球はさすがテクニシャンですね。これはいやイメージだけで打ちました。いやすごいすごいすごい。あの唯一チーム原でやってるのはコグフンと あとは何だか分かりませんからあとは気合いだけど全部難しい。あとは何だか YouTuber と塩職人しかいないですからねそっちはねさあ用意いいですか。整いました。いきますよ。後半のスタートです。さあ後半狙った。すごいな。ナスそれ違う方の足だろ。違う方の足だよね今ね。今違う方の足だよ。すごいと思った。ちょっと今のはナスさんそれ違う方の足、はい、浮いてる方で浮いてる方の足蹴ったでしょ。ちょっといけませんね一番やっちゃいけない今ルール。今やっちゃいけないやつですよあれ、YouTuber これはやっちゃいけないやつですね。 YouTuber だけで許されないよあれは。それは許されない。さあボールをまずプレスかけに来ました。でもね北澤さんうまいんだよあれ。うまいんだよな。で足も間違わないんだよな。そうなんだよあれ、ね、でこれここからはすごいですよ。妙技を見ていただきたい。どうかわしてくれる。あーいいパス。いやいやいや北澤さん久保さん久保さん強烈。これはもう北澤さん上手くないですか。うまいうまい。今のアウトサイドのワンタッチダイレクトですよ。すごいな。やっぱね北澤さん伊達に髪の毛伸ばしてない。本当ですね。これ原さん届かなかったですか。前から行く原さんなんか知らないけどみんな疲れちゃってますもんチーム原。やっぱりこの5分は結構きついんだな。タッチ際に行って北澤さんですやっぱ慣れてるな。そしておなじみが浮かしたよ。浮かしたリフティングしてる。うわうわうわナッサン取り行って。ナッサン、ナッサン、ナッサン、キッキーと1対1。ナッサン、うわ、シュート、すごい。でも右に外れました。しかし見せてくれました。あのハイタッチの代わりにクラッチ同士をコンとこ今。ほら、やってる。いやいや、やるよ。もう一回、もう一回やって。もう一回。これはすごいなよ。この足って。足ついた今。足ついた左足右足だ。いや多分無理です。うわしかしでもうまいよ。うまいうまいうまい。かなりうまいよ。原さん折り返し頼みます。折り返し原さんアウトしちゃう。折り返し原さん折り返しお願いします。うわ原さん、ここはおそらくこのゲームの最大のハイライトシーンになるかもしれない。原さん来た来た。さあこれチャンス。久保さんゴール決めてひょっとこダンスして見たい。いやー惜しいな。これもすごいよ。これバイシクル狙ったのかな。あらうまいね北澤さん。そしてこれはもう決定機だ。1対1そのままどういうシュート。浮かせる。ループループ見せてくれるな。うまいな。キーパーと1対1になってあれですよ。4対1でしょ。すごいなぁ。4対1だよね。あのちょっとルール変更していいですか。はい。このままだと多分点差ついんじゃうんで。確かに。クラッチなし。クラッチなし。よろしいの。はい。普通で普通で。よろしいの。はい。オッケー。原さん倒れてるから。オッケー。それじゃあ今ルール変更を認められますか。じゃあチーム原はクラッチ全部置いてください。時計を止めてください。今ちょっとしたルール変更になりました。いけますこれで。チーム原はノークラッチ。チーム原は普通のサッカーになります。ノークラッチ。でもフォワード多いからな守り。じゃあノークラッチでスクラッチ。久保と久保とのツートップ行って、あの片足でいいのね。あの一つの足でよろしいの。ノークラッチでスクラッチでやります。久保とツートップ。なるほど。オッケー。これは福田さんどうですか。これいいんですね。面白くなりましたね。
こっちはハンディなしで、そのままでやりますから。よろしいの？4対1だからね、そのままでいくよ。いいの？4対1で。オッケー。そこは、残り時間2分。残り時間2分。残り時間2分。夏だけだから、守りは。だって、プライドあるでしょ。やっぱり、はい、J リーグとしても。まあまあね。残り時間2分よ。これいけます？いけるかな、どうかな。大久保さん、これはもう手慣れたもんで、那須さんです。で、幅を取って原さんに、あ、軽快なステップになりました。やっぱりさっきの何か苦しさの中から抜けた。あーっと久保さん、うまく、しかし北田を外して、しかしここはディフェンスもうまくカバーしてるぞ。あ、いいね。ディフェンスカバーしてるぞ、ヒッキー。ナイス。ひどいですね、今の右足のキックね。すごい。塩職人。塩職人。久保さん、でもなんか生き生きとしてきました。さあ、これで面白くなりました。しかしこれいいんじゃないですか。アンプティサッカ ー、ナイスキーパー。これはいいな。やっぱね、左足はすごいね。これはナイスキーパー。やるなー、やるよ。素晴らしい。久保さん、点取ってください。残り時間まだありますよ。コーナーキック、うまかせて、もう一回チャンスある。さあ今度は逆。そうね、原さんのヘディング見たいね。アンプティサッカー、確かにね、確かにね。うまい。いや、うまいな。そして声がかかった。うわ、これは通らなかった、わずかながら。今のはボレーかな。狙った。ボレー狙ったんじゃないですか。狙ったね。あ、さあこれで面白くなって1対4ですよ。チームアンプティも負けてはいません。もう完全にチーム原は通常に戻りましたが、やっぱりチームアンプティはこれディフェンスも非常にうまい。そう、原さんのヘディング。ヘディング、アウト、アウト、アウトでした。オッケー。なんかあれフェアプレーですね。本当ですね、はい、キーパーから、よっしゃー。うそ、もしかして、もしかして、いいトラップ。あれコントロールする、すごいね。これは素晴らしい、惜しいプレーでした。1点ぐらい返してください、原さん。ちょっと原さんの頭が見たい。ヘディング、原さん。頭が見たい。ヘディング見たい。原さん入れた。中には佐藤久人がいたんですが、ちょっと取らなかった。久保、そして那須。原さんの頭へ行かないかな。足元は原。面白い、面白い。設定渡して、ここからフィニッシュは久保。いやー、見せたんですけど、試合がここで終わりました。タイムアップです。結局今の4対1というスコアで、アンプティサッカーチームアンプティが勝利を収めています。ということで試合が終わりましたが、これ本当に大変な試合になりました。いやー、面白かったな。さあ我々もじゃあちょっと向こう行きましょうか。福田さん、はい、見どころ満載でしたね。いや、まあどれだけやっぱりね、選手の皆様本当にお疲れ様でございました。何かこの熱戦が時間も押しているという今情報が入りましたので、はい、手早く締めに入るということになりますが、原さん、まずはお疲れ様でした。お疲れ様でした。難しい、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 うん、あ、そして北澤さん、お疲れ様でした。はい、あ、した。ご苦労様でした。見事な勝利でしたが、最後はルール変更まで。やっぱりね、はい、いいシーンも見たかったので。ああ、なるほどね。けど、さすがのシュートが飛んできましたけどね。出ましたね。はい、出ましたね。はい、さて、お別れの時間が近づいたんですが、皆さんご覧になっていかがだったでしょうか。随分チャットの方来てましたね。はい、そうですね。名前がね、よかったですね。ありがとうございますね。原さん、ちょっと心配されてましたけどね、ちょっと朝早くて。ああ、そうかそうか。見てる方いるのかなっていう。大丈夫は大丈夫なんですけど、難しい。元気なくなっちゃったんですか。大変ですよ、あれ。あ、そう。本当に大変だよね。大変。普段使わないとこ使わなきゃいけないからですよね。そう、うん、やっぱりそうなんだ。うん、まあ想像はしてましたが、やってみたら余計難しいね。いや、見てるより。那須さん、はい、一つ使っちゃいけないルールの足使っちゃいました。やっぱり難しいですよ。思わず出ちゃった。思わず出ちゃいます。でやっぱり瞬時にこう、瞬時に、いや瞬時というか、あそこからいきなりですからね。キックオフですから、あれも意識が足りてないですよ。ちょっとね、はい、ちょっと一番やっちゃいけないことです。流れの中じゃないですか。ね、ケンケンして普通に打っちゃいました。でドヤ顔じゃなかったですか。ドヤ顔ですよ。ドヤ顔でしたよ。そうです、そうです。どんなパンチだっていうか気がついてなかったですよね。いやいや、久里さん、はい、まあらしいシュートでしたね。そうです、1点は取れたんで、ただやっぱり難しかったです。そうですか、はい、かなりうまいですよ。うまいですね。そしてさすがですね。
さすがです。まずはブライドチーム、もうちょっと相手が弱すぎましたか。そんなことです。そうですか。ね、PK負けましたからね。一応 PK 勝った。そうか、そうでしたね。そうでしたね。あれもなんかこう、うまくこう盛り上げてくださったような感じ。いやではなく本当にガチでやらせていただいて。すごいシュートでしたね。まあ、ガイドの役割が結構重要だったなっていう感じがしますよね。ガイドの千佳さん、はい、ありがとうございました。全くチーム原のガイドぶりと全然違うガイドぶりでしたね。最後の方が結構そしてアンプティチームご苦労様でした。数々の妙技ありがとうございました。ヒッキーさん、はい、すごいプレーの連続で福田さんがもう感動してました。ありがとうございます。本当にあっという間に時間になっちゃって、もうもっともっとやりたい気分です、はい、そうですか。またの機会もぜひいらっしゃってくださいますか。はい、ありがとうございます。あ、よかったですね。よかったですね。ちょっとびっくりしましたね。トラップもすごいし、ね、はい、パスとか、はい、スラロームの仕方、いや本当そうですね、半端ないですね。ということで今日は我々一度こう並んで皆様に、お届けいたしましたけど、どんな印象をお持ちになったでしょうか。選手そしてスタッフの皆さん、こちら側にはもうスタッフの皆さんがいるんです。そしてご覧になっている皆さん、本当に今日はありがとうございました。福田さん、最後に解説としてバチッとこれまとめていただけませんか。そうですね、これ第1回ですけど、はい、これ2回3回とね、いきますか、ずっと続くように、いきますか、原さんに頑張っていただいて、ちょっと出直します、ね、こうやって練習して。そうですね、そこですね、うん、一番のポイントはね、北沢に負けたのがちょっと悔しい。そうですね。完敗ですから。そうですね、乾杯です、圧勝です、こちらね。いやけどおかげさまでこの競技をやっぱ知っていただく機会にはなったと思うので、うん、ね、はい、その通りですね。 J クラブでも取り組んでくれるクラブはたくさんあるんですよ、はい、ただ知らないだけで、これ知り出すことによってなんか大きなサッカーファミリーになっていくと思うので、いいですね、ぜひ、はい、協力いただければと思いますけどね、うん、我々はそのサッカーファミリーですからね、はい、そういうことです、はい、ぜひこれが2回3回といくことを期待して、はい、この辺でお別れをしたいと思います。さよなら、ありがとうございました。スーパーチャットありがとうございました。ありがとうございました。